オーハンゲポネリアトリバルトヘータは、里芋科の植物の一つ。カラスビシャクを一回り大きくしたような姿をしている。地下に休形を持つ、他年生の総本。休形は、計3センチメートル程度の変休形で、その上側から根を出す。葉は1から4個あり、傭兵は、長さ30センチメートルほどで、カラスビシャクとは違って、無カゴをつけない。また、葉兵の基部には、 古い傭兵の下部が繊維状に残る。養芯は3つに深く裂け、個々の列片は長さ8から 20cn、降卵形から強卵形で、先端は短く小さく突き出して尖っている。なお、時として参照用に完全に裂けることがある。また、側小葉の基部、傭兵側は丸く張り出しているため、養芯全体としてみるとその基部は心形になっている。 火器は6から8月で、火系は高さ20から50センチメートルにまで伸びて、葉と同程度か、その上に伸び出す。ストは緑色か、紫帯、長さ6から10センチメートル。原部卵形で、先端は鈍く尖る。その内面には小さな突起を密生し、外側は滑らかになっている。 果樹はその下部2から4センチメートルが目花部になっており、背面でつとと融合し、そのやや上部にオ花部がある。オ花部の下は長さ1ミリメートルほどの柄になっている。そこから先に伸びる付属体は、無地状に伸びて直立し、長さ15から2 5トルに達する。果実は淡い緑色で、外側に柔らかい層があり、水に浮くことができる。果実の形は卵型。 和名は大半夏の意で、ハンゲに似て植物体全体が大きいことによる。またハンゲはカラスビシの冠名で、ハンゲはこれの地音を取ったものである。本州中部から琉球列島に散する。琉球では沖縄本島以北で知られる。山地の森林内のやや湿ったところに生育する。石灰岩地に多く出現するが、それ以外の地にも見られる。形態的には、 天南小族に似ているが、過剰の株がつとと合着している点で別族とされる。同族のものでは日本には他にカラスビシャクピーターナータがあり、こちらは畑の雑草としてごく普通に見られる。本種はこの種よりやや大きく、また葉が完全に参照用に分かれないこと、傭兵に無加護を生じないことなどで区別される。環境省のレッドリストには取り上げられておらず、 沖縄県と山陰、北、関東などの県で指定を受けている。分布域の橋であるためのようである。特に利用はないが、山野草として栽培される例はある。不入品も流通している。以下、種として、佐竹ほか、P128 発島、P760、北村ほか、P196 発島、P760、北村ほか、P196 牧野原町、 P986 八島、P760、北村ほか、P196 八島、P760 牧野原町、P986、北村ほか、P196 牧野原町、P985 から986佐竹ほか、P128 八島、P760 掘った、P2116、北村ほか、P196 佐竹ほか、 P127 佐竹ほか P128 ありがとうございます。